せーの、はねむきちチャンネルです。結局だったけどね、今よろしくお願いいたします、はねきちです。今日は花になってパート2ということで、前回難しかったね、難しくてカット割りが結構多くてですね、最後までいかなかったんですよ。なので今日は頑張って最後までちょっといきたいなと思います。はい、なのでちょっと前回の復習からね、おさらいして、で、昨日前回撮れてなかったところと今回撮ったところで、組み合わせて、で、また上手くなってたらですね、ちょっとまた直してみてやっていきたいと思います。で、前回復習ね、こう立って分かり覚えてますね、こう下からアングル上に上げて、顔を上げてからの下ペロって舐めて、あ、こっちは右足ですね、右足出して、そう下から抜いて上にキュッと上げて、下ペロリって舐めて、スッとこうスッ、右肩を落として右のうなじ見せつつ斜め下目線みたいな、はい、ああそうそんな感じ、手はせっかくなんでちょっとこう落として掃除しておきましょうか。そうで、目線こっち、目線ここへ。いや前回より前、ちょっとじゃあ下ペロやってみましょうか。下ペロメロ、あ、いい、そんぐらい、そうかなりドアップですんで、そんぐらいで大丈夫です。あ、いい、オッケー。まあこんな感じで一つ一つね、丁寧に振りやって撮影していきたいと思いますので、では例によってですね、音楽流してやっていきましょう。よいしょ、扉の方を刺して、今度向こうを右足もね、1、2、今度開いて左足、3、4、今度トイレ、右手そうで、取って、これぐらいかな、多分忙しいと思うので、タナナタタ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 ダラッタ、まだいけるかな。見本じゃないけど、こんな感じね、ゾクゾクして目が離せない、味見して君のスリンとタタタタタタタ包んであげるから、あ、笑ってってこういう感じ。はい、ということで、ヤヘンさん、ちょっと練習しましたけど、どうでしょう、いけそう、いけるかな、いけるかな。一応じゃあ、振りのね、解説させていただきましょう、はい、まず、立ち位置、右足内股、こうやって構えのポーズで、味見して、で、顔上げていただいて、唇をペロッ
って舐めていただく。これやりすぎるとね、あの前回みたいに出発するので味見をちょっとペロって可愛くしていただいて、右胸落として左の方を右のうなじを伸ばして、ちょっとこうシャに構える感じで見ます。はい、そしたらですね、君のララ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 ラっていうのがあるので、ダーラ四つ吸い取りです。1、2、3、4、いや、トントンと。はい、そしたらこうすくっていただいて、扇子ですくっていただいて、自分が花になるようなイメージでポーズを決めてください。で、なんか曲のいいところでスッと顔を開けていただくと、はいはい、そしたらなんか僕が曲のいいところでこうふわっとこうつつ、あの最後のね、あのマウマをなんか神様バージョンみたいなのがこうふわっとくるシーンをちょっとやらせていただいて終わりになりますので、はい、だからもう一個の扇子がいるんですけど、そうあの天女様みたいなね、羽衣みたいなの着たマウマがね、後ろからやってくるので、こうふわっとね、こういうようになってるのをこうふわっとテレ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 みたいな感じで終わっていきたいと思います。では撮影タイムですね、頑張っていきましょう。よし、
創作舞踊とか、うん、あとは着物の着付けとかね、袴の履き方とか、何でも、もうそう、何でもできる、もう何でもできる。はい、僕がもう教えるので、あとカメラを使ったなんかこう記念撮影とか何でもやるので、3年間楽しんでいただけると思います。はい。で、着物もね、プレゼントしますし、ぜひ、はい。なんとですよ、なんと、着物と帯、帯、着物と帯プレゼントしますので、コースは、1年でも、3年でも、2年でも、はい。まあ別に最近ね、もうね、年、なんかもう期間を決めてない。はい。何回かでも大丈夫、そうです、はい、まあ1年以上かな、できれば1年以上買っていただきたいんですけど、いろいろね、そう僕ほらプレゼントしちゃうからね最初赤字なので、なのでそんな感じでやってるので、ぜひもうね、なんかごちゃごちゃ言わないことにしてもうあんまりも気にしない、もうしょうがない、そんな感じです、そう、とにかくお問い合わせいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではちょっと花になっての感想をやってみて感想を、いや思ったよりねカット数すごいね、多かったですね、あとでね、ここから編集もね、しなきゃいけないので、地獄の編集がね、編集の方が大変なんですね、実は、いや、まあ、撮影も大変なんですけど、そうなんですよね、いや意外とマオマオがねエロかったですね、踊ってみてやっぱりやっぱセクシーにね、セクシー具合がね、マオマオでちょっとね、セクシー具合がやっぱタヌキの方がセクシーなんで、いやでも、いやでも本当にやってみると分かるんですけど、どれだけエロいかっていうね、マオマオがどれだけエロいか、やっぱりさすが遊郭でね、遊郭で生まれ育ったことはありますよっていう感じでございました。人士様もね、惚れてしまうぐらいのやっぱりエロさがあったかなと思いますので、まあ、踊ってみて分かる。では、締めていきたいと思います、はい、いいねと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。せーの、ハヌキチンチャンネルでした。バイバーイ。今回やってますそう、右から右から